天文学者とは、惑星、恒星、銀河等の天体を研究する学者や科学者である。コープス、クリスティカレッジ MS283、アルファアー・リズミーの GJR シンハインドは、約37章からなる文献で、制限の値の表とともに小読みや、天文学、先制術に関する116の表が掲載されている。シンハインドとして知られる。 インド天文学の方法をとにし、その後に多く書かれたアラビア語の天文学書の最初のものである。表の中には太陽、月、当時から知られていた5つの惑星の運動に関するものある。この本はイスラム天文学の転換点になった。ムスリムの天文学者ヒザートゥーは最初にこの分野の研究方法を導入し、専門書を翻訳し、 すでに知られていた知識を学んだ。フワリズミーの著書は非伝統的な研究法、計算法の最初のものとなった。820年頃に書かれたアラビア語の原版は失われているが、1000年頃にスペインの天文学者メイズラマ、イブ・アマード・アル・マッチリティが書いた版は、おそらくアデラード・オブ・パスによるラテン語の翻訳で残っている。現存するラテン語の4冊は、 シャルトルのビブリオテックプブレイク、パリのビブリオテックマザリネ、マドリードのビブリオテックマザリネ、オックスフォードのボドリアン図書館に保存されている。ガリレオ・ガリレーガリレオ・ガリレーは望遠鏡なるものの特許申請がオランダでされたと聞きつけ天体観測に、それを使うことを思いつき1609年に自作し、観測を開始、天体観測に革新をもたらした。 それまでの落体の実験を行い、それまでの定性的な物理学に数値的な分析を導入。ただしガリレオは当時の学問的常識、ものは地上では地上らしい動き方をし、ガツイエンは神の世界なので完全な原理、つまり円運動を基本として動くといった考え方を受け入れていたので、宇宙空間の物理学、天体の物理学の開拓には至らなかった。 アイザック・ニュートン。トリニティ・カレッジのルーカス教授を務め、自然哲学の数学的諸原理を完工した頃のイメージの像。アイザック・ニュートンは反射望遠鏡を発明し1668年に第1号を完成させた。ニュートンはガリレオの実験の落体に働いた引力が、実は宇宙空間全体でも作用している。それによって惑星は、ある意味、 落ち続けることで、大運動をし、好転している、と見抜き、万有引力を原理の一つに据えつつ、ニュートン力学を構築。それをまとめた、自然哲学の数学的諸原理を、執筆、出版。天体の軌道の計算を可能にし、現代の天体力学へとつながる道を切り開いた。国によって制度が若干異なるなるので一般化は、難しいが、 現代のプロの天文学者は、高い教育を受け、通常大学、大学院において、例えば天文学や、物理学の中の宇宙物理学などを専攻し、博士号を取得した後に、例えば研究所や大学などに雇用されている。多くの時間を研究に費やすが、教育、施設の建設、天文台の運営の補助等にも携わっている。国際天文学連合には、 博士課程以上の学生を含めて89カ国から9259人が所属している。アメリカ合衆国の天文学者に関してはアメリカ天文学会があり、これは北米最大の天文学者の組織であり、7700人が所属している。なおこの7700という数字には物理学、地球科学、工学等の別分野出身で天文学に関心を持ち、 深く関わっている人々も含まれているので、純粋な天文学者はこの数よりずっと少ない。現代のプロの天文学者は望遠鏡を直接目で覗くことは非常に稀であり、CCD イメージセンサーを用いて超露光で撮影することが一般的である。最近の天文学者は望遠鏡の前にいることは1年間に数週間程度と比較的少なく多くの時間を データの整理や分析に費やす。完全に自動化された超大型、干渉電波望遠鏡群等の電波望遠鏡を使う天文学者もいる。大学や研究機関に勤める天文学者は、学生や陰性の教育も行う。また多くの大学や天文台では、望遠鏡の一般公開やプラネタリウムの上映、等のアウトリーチ活動も行い、研究分野や、 成果の広報を行い、一般市民の理解を得たり、将来に新たな天文学者生まれるきっかけを作っている。ところで、アマチュア天文学者という人々もいる。太平洋天文協会は、70カ国以上から、プロやアマチュアの天文学者、教育者が参加する、世界最大の組織である。多くの市に、定期的に会合を開催している、アマチュア天文学者のクラブがある。 アマチュア天文学者には、いわゆるアームチェア天文学者と呼ばれる人々から自身の天体望遠鏡を所持して野望を持ち、新しい発見をしたりプロの天文学者の研究を助けたりする者まで様々なタイプがいる。アマチュア天文家の多くが月に数時間を天体観測や最新の研究成果の文献を読むことに費やす。ありがとうございます。